今回のチャルロスだえ。この世界の悪という悪をすべて罰するために。私そういう知り合いいるな、一人チャルロスさんって言うんだけど。ボタリンはチャルロスさんのこと好きなの？うん。100万もらったし、ひとまず出れたな。いや警察早くやりてえな。すっごい歩き方の人。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして。はじめまして。ボタリンの不動産屋です。あ、どうも。有本健一と申します。有本健一さん。はい。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、赤が大好きです。なんかあれですね、すごい昆布みたいな歩き方してますね。あー、ゆらゆら感ね。はい、すごい。海の中のワカメみたいな。ディスってる？いや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 、そんぐらい美しいウェーブだなって思って。ありがとうございます。そう、なかなかできないですよ、その歩き方。ディスってる？いや、ディスってない、ディスってない。めちゃめちゃ褒めてる方ですよ。よかったです。そうなんだ。有本さん、よろしくね。はい、あ、略してアリケンという名前でやってるんで、はい。そうなんだ、アリケンさん、じゃあまたね。はい、また、どうも。はい。すっごいな、あの人。みんないなくなっちゃったな。だるがらみしに行くか。もう一回行くか。あ、また会いましたね。ねえ、さっき大きい独り言で、だるがらみしに行こうって聞こえて。ビビってるよ。そんなことするわけないじゃないですか。いやいや、あ、だるがらみしに行くかって。なんすか、そんなだるがらみなんて。絡みないけど、だるくないっすよ。クソデカボイスの独り言だったわ。聞こえて、え、怖っ。いや、まだこの町に来たばっかだから分かんないな、声の調整でしょ。有本健一さんは何しに来たの、この町に。はい、有本健一は、この世界の悪という悪をすべて罰するためにこの町にやってまいりました。私、そういう知り合いいるな、一人。誰ですか？なんか地球を守ってくれてる人いるな、私の知り合いに。同じようなこと言ってた気がする。え、地球を守ってる？悪い人から地球を。そんな正義感ある人がいるんですか、この町に。それは皇帝なんだ。うんうん、そっか。なるほど。あ、その人にちょっと紹介してあげたら気が合うかもしれない。本当ですか？さんと、うん、あ、でも皇帝さんなら会いましたよ、一回。皇帝じゃなくてね、チャルロスさんって言うんだけど。チャルロスさん、その人がね、地球を守ってるの。あ、絶対かっこいいですよね、その人。多分名前がかっこいい。絶対かっこいいですよね、名前がかっこいい。ってかっこよくないですか、すごい名前。え、せいって言ってないよ。え、僕も言ってますよ。チャルロスって言ったよ。何ですか、僕も言ってますよ。何、もう言ったよね、チャルロス。違う違う、せいは SAY の方で、チャルロス、せい、せい、ほーの方なんで。そう、だから今ボタリンさんにチャルロスをもう一回、はい、言ってほしいなと。はい、チャルロス、せい、チャルロス、せい、ほー、ほー、盛り上がってるかい、ボタリンボンド、チャルロス、せい。どうしました、これがだるがらみか。いや、全然全然全然、お話ししたいなと一緒に。あ、そこの人も一緒にお話しませんか。どうも、はじめまして、有本健一と申します。略してアリケンと申します。え、中西さん、大丈夫ですか？聞こえますか？聞こえた。聞こえますよ。久しぶり。あ、久しぶり。あ、よかった。久しぶりです。有本さん、どうもどうも、久しぶりです。有本さんはね、多分初めまして。元気しとった？ゆうこさん、礼儀用に来てくれるらしいんで。ほんと？じゃあ私払うよ。え、で、有本さんも。はい、乗りたいです。しょうがない。うわ、もうボタリンさんもマジいい人。もうマジでいい人、ボタリンさん。もうえぐいい人すぎて、もう。もう絶対天国行きますよ、死んだ後は。なんで殺しに行くんの？絶対。185です。もうめっちゃ、中西さんももらう気満々じゃん。やったー、ボタリン万歳、ボタリン万歳、ボタリン万歳。あ、ちょっと待ってね、目の前に新しい人が。こんにちは、はじめまして。こんにちは。こんにちは、はじめまして。どうも、有本健一と申します。この町に来て2日目です。2日目さんなんだ。はい、連絡先交換しましょう。早すぎだろ。ありがとうございます。今日衛生街なんだ。え、衛生街関係ありません。連絡先交換しましょう。本当に？はい、全然大丈夫です。はい、じゃあ毎日電話してくれる？え、いいんですか、逆に。え、毎日連絡しないと許さないよ。はい、全然やります。え、もししてこなかったら私が連絡して。はい、あ、大丈夫です。僕30秒に1回連絡するんで。あ、やった、嬉しい。じゃあまた30秒後待ってるわね。はい、了解です。それじゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。もしもし、今何してる？今何してる？あなたのこと考えてた。あ、嘘。オッケー、じゃあまた後で。あ、もしもし。はい、かも。何してた、今。いや、何しとった？今、電話、何もしてなかったよ。何もしてない。何もしてない。早いかも、ちょっと電話。遊び行く？何もしない、何もしない、何もしない。何もしない、何もしない。何もしない、何もしない。ありがとう、ありがとう。今、衛星してるかしてないかは？してない。してない。で、ちょっと、バイオレットフェザーまで送ってもらっても。もしもし、衛星つけた？つけれるわけねえだろ。あ、オッケーオッケー。じゃあ、また衛星つけたなと思ったタイミングで電話するから、バイバイ。重水したわ。さすがにつけたか。
相手にちょっとあの時間をくれ。あ、オッケーオッケーオッケー。お、奇遇だね、こんなところで会うなんて。今何してる？今ちょっとあなたとの関係を見直そうかなと思って。うそ、うわ、マジか。友達、ってことはもう一段階上に行くっていうか。うわ、いや、うん、違う違う違う。うっしょ、2日目にしてこれかよ。うわ、やっぱもう連絡週1で、週、連絡しばらくいいかも。しばらくいい？しばらく大丈夫かも。しばらくってどんぐらい？ 2、3 分？うん、違う、1年ぐらい。1年ぐらい？うわ、マジかよ。じゃあまた1年後電話するね。1年後待ってるね。オッケー。ありがとう。うん。1年後。久しぶりー、久しぶりー。 1年ぶりやん。元気しとった。元気だよ。なしとったん、ずっと1年。どこに行っとったん。え、次は衛星つけた時にでも。そうだね。さーて、次は誰にしようかな。へい彼女、へい彼女、乗ってくかい。バイオレットフィズまで。バイオレットフィズ、オッケー、乗って。なんで知ってんの、バイオレットフィズ。来たばっかなの。わかんねえけど、とりあえず進むしかねえっしょ。あのさ、乗ってって乗れないんだよ、これ。嘘だろ、なんかないの、方法。出るでしょ絶対。なんだろうな、とりあえずこのボタン押してみよう。よし。チリンチリン。おー、おー、ありがとう。こんなとこに車置いてんだ。何してんのこれで。これ自動販売機の補充に行ってたのよね。一本ちょうだい。一本、一本っていうことでこれあげるね。焼きそば10。え、焼きそば10いる。何それ、焼きそば出る鉄砲。何言ってんの。何焼きそば10って。焼きそば10個。あ、じゃあってこと。あ、10個ってことね。あとじゃあ朝の分あげよう。なんでびっくりしたよ。焼きそば10とかいう、なんかクソかっこいい。焼きそばめちゃめちゃ出てくる鉄砲かと思った。ね、有本健一さん唐揚げ好き？うん、めっちゃ好き。チャルロスさんと話合いそうだな。え、ちょっと紹介して。今いないの、チャルロスさん。チャルロスさん電話してみるよ、ちょっと。うん、ちょっと電話してみて。いないのかも。いないんだ。ボタリンはチャルロスさんのこと好きなの？うん。あ、そうなんだ。出なかったわ。うん、あ、出なかった。うん、うわ、残念だ。チャルロスさんね、いい人なんだけどね。うん、あの、面白い人なんだけど、うんうん、なんかね、うん、思い込みが激しいのかも。思い込み、どういうところが。なんか、口聞いた女の人、全員自分のこと好きって思っちゃうみたいな。うん、なんか女性に慣れてないのかなって。ああ、そうなんだ。女性になれ、あ、ごめんごめんごめん。危ない危ない危ない。どうした？違う。そうなんだ。そんな喋りかけられただけで全部好きになっちゃうんだ、その人は。誰なんだろう。あ、だ。誰なんだろう。いや、チャルロスさん。あ、チャルロスさんって人がか。うんうん。ねえ、そんなね、いじめないであげてね、多分チャルロスさん。ねえ、うん、いや、全然、いじめないよ。いじめてないんだ。よかったよかった。でも、あれじゃない、やっぱり、その距離感をつかむために頑張ってんじゃないやっぱ。え、チャルロスさんが？うん。アリケンさんの方が今、距離感作るのに、すごい、なんか、頑張ってる感じ。いや、でも、ボタリンと会って、もう、でも30分経ってるから、もう友達以上の存在だと思ってるよ。俺はもう、ボタリンのこと。100万もらったし。ひとまず、出れた。バイバイ。バイバイ。どうてって言いやがって思って。